イワン・ヒポリットは、オランダ出身の元キックボクサー。ラモンデッカー、ライアン・シムソンと並んで、1990年代に、同国の中量級を支えた。引退後は、ボスジムのトレーナーを務めている。前世紀は1989から1994年頃の、ウェルター級時代。ムエタイの当時現役王者、ジョム・ホート・ギャット・アディサック、ミチャーン・チョウローチャナ・アナチャイ。 プラセリー・トルーク・マトリー、前王者シティサックとアヌ・ソンラをのきなみ子で破る快挙。強力な左右のマシンガンフックと遠い距離からのアッパーが強力。ローキックからパンチ、ミドルキックからパンチの流れもスピーディでスムース。無タイ選手と骨角以上の成績を残していた。当時、ライト級から徐々に階級を上げ始めていたラモンデッカーとの対戦が実現しなかったのは惜しまれる。 ミドル級に、転級してからは、後半スタミナ切れを起こしがちになり、スピードも落ちこがちも、半減したが、高いコンビネーションスキルと頭脳戦で、甲試合を、たくさん生み出した。アーネスト・ホーストのコーチとしても知られ、元祖ミスター・パーフェクトと呼ばれた。1995年7月16日、K-3 グランプリ95に出場。決勝戦で、 金安市 A に判定勝ちを収め優勝を果たした。あのチャンプはギャティソンリットに小勝ちもしている。1996年9月1日、K1 リベンジ96でジェイソン、信長に判定負け。2000年10月22日、イッツショータイムでライアン・シムソンと引退試合を行い、小勝ち。引退の花道を飾った。2007年8月1日、 ミルコクロコップのチームであるチームクロコップの打撃コーチを引き受け、教え子であるレミー・ボン・ヤスキー、ギルバート・アイブルと共に、クロアチアでトレーニングを行っている。レーナの相手は、オランダの女子キック界の超新星。ファイト、2018年3月22日閲覧。ありがとうございます。